はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。じゃん、アクションアーミーのね、アサシンですね。セミフル切り替え式で、まあ一応ボルトが交代するかのようなアクションのマシンピストルになりますんでね、今日はこいつをちょっと分解してね、中身どうなってるか見ていこうっていう動画になります。でね、このお品物は当チャンネルを応援してくださってる S さんから提供していただいたお品物になります。ありがたく使わせていただきます。で、基本グロックなんで、もうグロックなんですよ。マガジンも共用できるぐらいですからね。で、まあスライドストップはここか、スライドストップはアンビで、ね、おお、いいね。で、ここがセレクターになってて、カチッと操作してやれば、もうフルオートになると。こんな感じ、なかなか面白いね。で、このモデルが東京マルイのグロック17がベースになってるんだっけ、ベースになってるのか、その勝手にベースにしてるのかわかんないですけど、まあそういう内部構造になってるということなんでね、まあ早速やっていきましょう。じゃあまずマガジンからやっていきますか。まずはじゃあリップ側からやっていきましょう。一応海外製品なんでね、なんかピンとかきつそうですけど、じゃあこのね、マガジンリップのところのピンをどうなんだろう、こう覗いてやって、太くなってる側に抜いてやるべきだと思うんですけどね。はい、お、やっぱりね、一応抜け止めのローレットが切ってあるピンになってたんで、僕のはこの方向で、こっち側に抜け止めのローレットが切ってありましたよと。で、マガジンリップが外れてきます。で、ガスルートパッキンも外れてくると。で、じゃあ放出バルブをね、開けていきましょう。この放出バルブもあれかな、東京マルイと共用できるのかな。はい、受けました。すげえ新品って感じの、放出バルブ。これでね、一応リップ側の分解は完了になりますと。で、じゃあマージンバンパーね、ここをギュッと押して引っ張っていきます。もう一回出てくるんで、もう一回押して前に完全に抜き取ります。これもやっぱり東京マルイと一緒で、ビスで緩めるタイプの、なんでじゃあ、ビス緩めていきましょうか。ここがね、やっぱりパッキンが入ってるんで、事前にオイル差しといた方がいいと思いますけど、はい、このね、長いビスが抜けてきますと。こうするとこいつ抜けるはずなんですけど、このマガジンバンパーのパーツの出っ張りをちょこっと引っ張ってやるとスムーズに抜けてくると思います。このモデルは全然固着とかなんとかしてないですね。とても素直に抜けてきました。ほんと東京マルイのと一緒だね。で、このパーツがあって、スプリングが抜けてきて、マガジンフォロワーが抜けてきてと。で、注入バルブを外すと。注入バルブはね、なんかね、なんか海外製のものって感じがする感じですね。ここでかいしね。ちょっとオーリング中に残してきちゃったみたいですけど、こんな感じになってます。これでマガジンは完全分解です。まあ一応ここのパッキンもね、取り外して僕はグリスを塗りますけど、こんな感じ。組み立て刃もこう逆の手順で簡単なんでやりませんが、まるっきり東京丸いのと。じゃあ次は本体やっていきましょう。まずは通常分解ですね。通常分解ちょっと変わっててね、ここがテイクダウンボタンになってて、これを押し込んで後ろパカッと上げれば、簡単に通常分解できます。ここのパーツにここ引っかかってただけなんでね、こんな感じになります。じゃあアパレシーバー、スライド側、まあスライドじゃないけど、からやっていきますか。まずはここの六角のビス2つを外してやるとね。お、すげえ軽い。そんなにっていうか、全く強いトルクで締まってないっていうね。一応ビス止めは塗ってあるみたいだけど、どうなんだろうね。これあっさり抜けました。同じサイズのビス2本抜けてきます。そうするとこれトリガー一式がズボッと前に抜けてくると、チャンバーごと。面白いね。左右にまたもう一つ細かい六角のビスが打ってあるんで、 1.5 ミリぐらいの六角のビスが、今度はこれ左右から打ってありますんでね。そうすると
インナーバレルと、もうインナーバレル黒いね、意識が抜けてきます、チャンバー意識とね。で先端はこれ逆ネジのもうマズルアダプターになってますんで抜けると、これでアウターバレルで、フロントサイトはまた六角のビス外せば抜けると、そういう感じになってます。今回抜けませんけどね、こういう感じです。これです、キャップです。これも樹脂製だね、うん、でチャンバー、チャンバーはねまずホップのダイヤル先外せばいいのか、でこのホップのダイヤル三角と三角がね、あの向き合う印が書いてあるんで、完全にホップをかけない状態でこの三角と三角が合いますよっていうところなのかな。ビスで止まってる側から抜けて、でこっち側も抜けると、であとは4本のビスを外せばチャンバーが割れると。はい、この4本のビスを外すとチャンバーが割れてきますと。おお、なんかめちゃくちゃ油入ってますけど、ホップテンショナーがここに穴が、四角い穴が開いてる、この分ぐらい上下するって感じでしょうかね。これ抜けてくるのかな、抜けてくるね。ね、ホップテンショナーが入ってますと。で割れるとチャンバーパッキング、これはかなりオイルが入ってんな、大丈夫かな。で抜けると、でホップ窓があって、このガス風呂と VSR に使えるタイプのチャンバーパッキング、なんか固めな印象だけどね、が入ってます。ホップの突起はどうなんだろう、これまあチャンバーパッキングはねお好みのやつに変えるのがいいとは思いますが、こんな感じになってます。これで通常分解とチャンバー周りまで分解しましたと。そんなに難しいことはないんで、ここも組み立てやりませんけど、バレル一式ですね、こんな感じになってます。さてじゃあね、アパレシーバーのボルト周りね分解していきます。じゃあまずね、リアサイト、リアサイトを止めてる2本の六角をね外して、よしと、これですね、これも2つ同じビスだったですね。そうするとリアサイトが外れてきます。でそうするとボルト一式が引き抜けると。これでアッパーレシーバーの後部ね、うん、アッパーレシーバーでいいのかは丸裸という状態になります。これです、ここにビスが出てて、これを押さえるからこう、このスプリングのテンションがかかりますっていうことかな。こいつは上に抜けてくるのかな、こんな感じで抜けてきます。こいつも樹脂製だね、なんか折っちゃいそう。でじゃあこのセレクターのビスを外してやりますか。そうか、これボルト自体は金属なんだ、そういうことね。はいはい、セレクターが外れてきます。これも特段複雑な構造じゃないんだよね、このセレクターもね。もう一つパーツ入ってましたね、セレクターとセレクターのパーツが外れてきます。でシリンダー周りか、ここに2本ねビス打ってありますんで、ここはそれなりのトルクで閉まってましたね。お、結構長いビスで、ビス止め塗ってありますねこれね。よしと、これね。でリターンスプリングは片側だけ入ってたみたいですね。でシリンダーが抜けてくると、ちょっとね、平らな面がある、そういうシリンダーになってますね。であとはまあピストンカップはこう入れてあるだけだと思うんで、ビス打ってね、これ以上ちょっとバラさないようにしときますけど、こんな感じ。ボルトがね金属なんだよね、これすごいね。ちょっとねそのリコイルさせてみた感じ、動きがもっさりって言ったらあれかな、ちょっと鈍い印象があったんだけど、このボルトが金属だっていうのでちょっと納得がいきましたと。でシリンダーの中にバルブとか入ってるんですよ、ここに一応ピン打ってあるんですけど、そこも今回はバラさずこのままの状態で、一応これでボルト周りの分解完了と。で組み立ての手順は逆の手順で簡単なんでやりませんが、こんな感じになってます。じゃあねフレーム側やっていきますか。まずはねこのカチカチというセーフティーを外していきます。まあ樹脂のしなりを利用してるんで、こうギュッとね押してやって反対側に抜ける構造になってるんでね、
どっち側にでも抜けたと思ったけどな。はい、こんな感じでセーフティーを外していきます。上にはアップって書いてありますね。赤いラインが入ってる方がこっち側になってましたけどね。じゃあこことこことここの3本のビスを外していきます。はい、3本とも同じビスだと思うけど一応区別して取っとこうかな。金属に締めてた部分と樹脂に締めてたものがありましたんでね、トリガーのピンを抜いていきましょう。これもどっちかに抜け止めのローレットが切ってあるはずなんで、はい、切ってありました。こっち側にね、抜け止めのローレットが切ってあります。これを抜きます。はい、そうするともうフロントシャーシが外れんのかな。あ、浮いてくるね。浮いてくるし、スライドストップもなんか微妙に浮いてるし、あ、分かった。トリガースプリングのこの脇にかかってるね、トリガースプリングをまず僕は外してやって、そうするとフロントシャーシが外れますとね。フロントシャーシになんかこれ入ってるこのカチカチは要はセーフティーのカチカチだね、このスプリングね。これ、はい、スプリングがちょっと飛びそうなんであれですけど、セーフティーにカチカチ感を出してたパーツも外れると。もうなし崩し的にもバラバラと外れちゃいましたけど、トリガーの脇にスライドストップのスプリングとスライドストップも外れると。とりあえずフロント周りこんな感じになってますんでね。じゃああとはここ後ろ2本のピンをね抜いてやって、リアシャーシ側ね解体していきます。リアシャーシ側も抜け止めが切ってある可能性があるんでね、まああれですけど、もしかしたらこっちは、あーなんだこんな感じか、頭が太くなってるピンが打ってありますね。これ方向間違わないようになってんのかな。いや違う、真ん中が細くなってる、面白いね。でこっち側のピン抜いていこう。よしと、はい、こっち側は今度は太さは同じだけど抜け止めのローレットが切ってあるピンが入ってたと、こうなってます。こいつも片側抜け止めのローレットが切ってあるね、こんな感じです。そうするとリアシャーシは抜けてくると思うんですけど、リアシャーシが抜けるはず、ああ抜けた抜けた、だけどここにねノッカーロックがあってノッカーロックのスプリングが飛びやすいデッキをつけると、そうするとリアシャーシが外れればトリガーを脇にこう当たってるだけなんでね、トリガーバーはこんな感じでトリガーグループと。でこのパーツもちょっと抜いちゃいますか、このスプリングとねノッカーロックの。リアシャーシのここの鍵の部分が、まあ、リアシャーシが外れたらねここの鍵の部分が解放されるんでテイクダウンボタンが外れます。スプリングはなんかギュッと強く入ってるんで今回外しませんけど、こうなってます。マージンキャッチね、マージンキャッチはこのグロック独特のここにスプリングが入ってるものなんで、まあちょっと一回外しますか。じゃあね、はい外れました。うん、でスプリングも抜いちゃおう。ちょっとね黒くて見えないんでね、こういうスプリングが入っててマガジンキャッチにこうかかってるんですよね、ここの溝にこう、まあ、簡単に外せます。でここまでだったらもうほぼほぼ全分解なんですけど、ここまでだったら元に戻すのもそんなに大変じゃないんでね、でメンテナンスも十分ここまでの分解でできますんで、慣れてない人はねこの辺で分解やめといた方がいいよっていう一つの目安になるかなというところです。さてじゃあせっかくなんでね、このリアシャーシ周りもバラしますか。まずどうしよう、シアスプリングここシアピンを抜いて、スッとやると、あーそうそう、これでも僕前回さ東京マリーのブロック17でめちゃくちゃ苦労したポイントだったねこれ。まあとりあえずシアスプリングももう外します。で、シアも外れてきますね。シアスプリングはねこんな感じでここにこうかかってましたんでね、うん、じゃあハンマーのピンを抜いていって、これね
こっち側頭太くなってて方向がありますんでね。でハンマーにもスプリングのテンションがかかってるんですね。これ抜くとそのハンマーとさ、ハンマーのスプリングとバルブノッカーも全部外れてくるんでね。今ピンポンチで代わりに入れてますけど、こうやって抜くともうスプリングのテンションがちょっとかかってて、ハンマーとハンマースプリングが抜けてくると、これねバルブノッカーが抜けてくると。でじゃあフロートシアもどっちにピンが抜けるの、あピン頭が太い方があったね、うん、今このフロートシアを押さえてたピン抜きましたけど、これが抜けると。でフロートシアにもスプリングが入ってるんで、ちゃんとね入る方向に溝があってそこに入るようにはなってます。これねハンマーのスプリングはこんな感じでここにかかってます。でこいつね、これも入ってるだけなんでね、はい、ちょっと大バラですけど、これで、フレーム周り全分解になってます。リアシャシだけ組み方やっていきますか。まずじゃあフロートシアとね、このフロートシアのスプリングと、組んでいきます。こっち側ねちょっと溝が切ってあるんですけど、ここにフロートシアのスプリングの曲がってない方がねこう入るんでね、いいです、曲がってない方がこう入って、曲がってる方がちょこっと飛び出す感じになります。でこれこのままちょっと押さえてもらって、でぴょこっとちっちゃい突起がある方がね前になりますんでね、この飛び出たバネの先端をリアシャシのここにね引っ掛けながら押し付けてポロリしないようにまず組んでやります。こうやるとちょっともうスプリングのテンションが効いてくるんで、でフロートシアのピンを打ってやりますと。はい、ここね面まで入れてやってスプリングのテンションがこう効いてれば OK ですね。ここ押してピョコたら動けば OK です。こんな感じです、じゃあ次ねハンマー組んでいきます。ハンマーにねこのハンマーの先端を組んでやって、でハンマースプリング、この向きです。これねこの状態にします。バルブノッカーね、バルブノッカーこれ先に入れといてやります。こうですね、バルブノッカーから出てきますけど、このバルブノッカーをこのハンマーの中心のね溝またぐように入れていく感じになります。まあハンマーこんな感じで持ってね、まあバルブノッカーもある程度いい位置に押さえてやって、これね東京丸いのグロックばらした時の悪夢が蘇りますが、でスプリング、ハンマースプリングの端がここから出てる感じで、もうスパッとちょっとねスプリングのテンションかかるんですけど、穴が合う位置見つけてね、そんなに合わなくても無理やり系でちょっとこうピンをもう当てがってガチャガチャやるといい位置でスコットピンが入るはずなんですけどね、あの今ちょっとパチッと入りましたね。でバルブノッカーも正しい位置に入れてやって、うん、ね、反対側から見ると位置関係分かったりしますんで、よく見て、入れていくと、うん、あこれでいい位置で多分入ったと思います、ね、でハンマーのスプリングのテンションがかかってれば OK と。ハンマースプリングの先端はここから出てると、バルブノッカーはこんな感じになってますという状態です。であとはシアを、これねここの爪にシアスプリングかかりますけど、まずシアを入れてやって、シアの突起がね、まあ、ここから出ますんでね、シアを入れてやって、でシアスプリングをこの方向で入れて、僕はまずピンポンチをこうスッと通しちゃいますけどね、正しい位置に。でシアのピンをこうピンポンチと入れ替えながら打っていくと、まあ、打つっていうほど力が必要なピンじゃないんですけど、で一番最後にこのシアスプリングの鍵になってる部分をバルブノッカーのここ、こいつに引っ掛けてやると楽ですよと僕はコメントを聞きましたんでね、そうか、シアを入れたらハンマー一回コッキングしてやるとやりやすいかもしれないですね。そうするとバルブノッカーがちょっとフラフラ気味になりますんで、そうするとスプリングをかけるとこはこう出てきますんでね、ここにかけてやると。なるほど、確かに一番最後にこのスプリングかけてやった方が
簡単ですね。お、なるほど。本当に簡単だった。これです。で、フロートシアまあちょっと起こしておいて、このシアの突起を後ろに動かした時にハンマーが前に倒れればね、OK ですんで。なるほど。今回はさほど苦労せずにこのリアシャーシ組めましたね。あとはもう逆の手順で組んでいくだけなんで、ここまでしかやりませんが、こんな感じになってます。はい、無事に組み直せたはずですまあちょっと打ってみようか、セミ音でね。ああいいね。うん。でフルオートに入れて、おお、なるほど。あのね、ちょっとねボルト周り動きが渋かった印象なんですけど、一回組み直したらだいぶ良くなりましたね。フレーム周りはそんなに気になりませんでしたけどね。この特にボルトの動き、ボルトをバルさないまでもボルトを外してね、レールのところちょっとグリスアップしてやると感触変わるのかなといった印象ですね。フロートだいぶ良くなりましたです、うん、でまあ組んでね、そのガス漏れがない部分を確認してちゃんと動作すれば OK なのかなっていうところで、フレーム周りはことのほかグロックでしたね。で、トリガー周り、トリガーバーとかセーフティー、まあセーフティーちょっと違うけど、でスライドストッパーがアンビになってるんですけど、スライドストップのスプリングの書き方とかちょっとコツがあるんで、あのこれと合わせて東京丸いのグロック17バラした動画もありますんでね、そっち見てもらうとまたフレーム周りもよく理解できるのかなというところです。はい、でね、一つ気になったのがバレル周り、あとアッパーレシーバー周りでビスが多用されてるんですけど、緩いテンションで止まってるビスがいくつかあって、でもビス止め剤を塗った形跡があったりね、そういうところはちょっとね、まあ、強く締めろってわけじゃないんだけど、ビス止め剤ちょっと塗って、でそれなりのテンションで締めてやるといいんじゃないかなと。多分ね、フロートがあるガス風呂でマシンピストルなんで、打ってるともしかしたらビスが緩んできて打ってる途中にパーツ外れちゃったりとかって起こるかもしれないんでね、あのシリンダー周りのビスとかバレル周りのビスとかはちょっと注意して慎重に組んでやるといいのかなという印象でした。はい、ということでね、今回は無事に元通りになってよかったなと。シア周りはもう慣れました、何回かあります。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし、やっぱりマシンピストルはかっこいいです。